さあ、で始まりました。バチェスさんです。さあ、今回は。ひらぜや、どうもこんにちは。早稲田音楽塾代表のひらです。よろしくお願いします。はい、お願いします。いやー、森田先生、今ですね、生配信明けなわけですよ、僕たちね。そうですね。生配信とかってさ、なんかあんまり考えることがないから、気楽な感じでさ、俺なんか後ろに座りながら、ちょっとこっくりこっくり、眠りこきながら、こう、参加したりするわけなんですけれども、そうは言っても、やっぱ受験生のみんなはね、普段はね、受験勉強やる中で、いろんなことを考えながらやっていくと思うんですよね。はい。で、その中で、英語っていうことで言うとね、近年、我々のメインターゲットの生徒でもある、早慶志望者とか、共通テストが大きく関わってくるようになってきた。マーチカンカン同一ラインでも共通テストを使った受験スタイルってのがそれなりに大きくなってきたと。共通テストが終わって数ヶ月経ってでいろんなデータも出てきたんで、そういったものを見ながら共通テストで高得点、なんなら9割とかをね取りたがる人って多いと思うんですよ。9割取るっていうのがどういうことなのかっていうのを考えつつも、どれぐらいの点数を超えていくとそれなりに難関大が見えてくる英語のパフォーマンスになるのかっていうのを森田先生と考えていきたいと思います。はい、お願いします。まずですね、今年と去年の平均点が出てるんですけど、これ見比べていきたいんですよ。今年令和6年の平均点がリーディング 51.54、 リスニングが 67.24、 令和5年の平均点がリーディングが 53.81、 リスニングが 62.36 なんですね。こうやって見てみると、一つのね、こう特徴として、リーディングの方がね、平均点は下目に出がちで、リスニングの方が高くなる。これは、リーディングの方が時間的な制約が大きいっていうところと、あとスタイルの多彩さとか、マイナーな傾向変化とかも毎年珍しくないところも、そういった総合的な理由によってリーディングの方が平均点が低いのかなというふうに思ったんですけど、森田先生はどのように考えてらっしゃいますか？どちらも受験生のレベルが上がってきてる。その点でリーディングの方が難易度が上がった幅があるっていう感じだと思いますね。リスニングは難易度を高くしてない。その分対策が進んでいけばレベルアップしていくので。なるほどね。それでできちゃう。言うなればまだリスニングに関しては黎明期だから様子見られてるような感じですかね。まあでもセンター試験の時からやってきてはいるんですけど、リスニングってどうしてもできない人一定数もできないって言ってがっつりいるんで、その人たちが点数をバーンと下げてるっていう感じだと思うんですけど、でもいわゆる受験なんで死ぬ気で頑張るんで、死ぬ気で対策すればできるようになるんですよ。リスニングであっても受験生たちが頑張ってると。共通テスト側もそれはレベルを上げない限りはドンと上に行っちゃう、それに対してリーディングは予想通りガン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 難しくしてるって感じですね。なるほど。確かに共通テストの平均点6割いくかいかないかぐらいみたいなところが一番の目安とされがちで、国語なんかとかだと時にまあ100点をギリ超えたみたいなところで難易度がうってなっちゃったりすることもあるんですけど、英語に関しては110何点みたいな感じで安定はしてますよね。その意味で言うとね、100点満点って言った方ですね。リーディングで落としてリスニングこれ以上難しくしちゃうとできない層がもっとできなくなっちゃうからみたいなところで、この辺を良しとしているのかなという感じですかね。さすがに次は難しくすると思いますけどね。英検とかも関わってきて、リスニングの勉強っていうのが僕らが受験生だった十数年前とかだと、リスニングって普通のリーディングの勉強のついでみたいな感じもあったけど、完全に主役級に今はもうなってるから、そろそろ価値観の転換でリスニングもそれなりの引っ掛けがなされてきてもいいのかなみたいな感じですかね。そうですね。共通テストになってね、1対1になってますからね。もちろん大学によっては基準を変えるところはありますけど、一応点数は100点100点ですから、リスニングリーディング、ね、センター試験の時と違いますから、高校の学校現場とか予備校の授業の現場とかでリスニング対策ってどんなことがなされてたりするんですか？バラバラだと思いますよ。ですよね。リスニングの指導としてシャドーイングとかね、ディクテーションとかやってるところもあれば、それできるようになるのは自分たちでやって、テストを解く対策としてやってるところもあると思いますし、悪く言うといまいち定まってないっていう感じはあるっていうのかな。そうですね。だから王道がないって感じですね。そうですね。だってリスニングって言ってもね、聞けるか聞けないかはお前らが頑張れみたいなところで、読解の問題とかだとこう考え方とか判断力の部分とかだけど、リスニングって高度な判断が必要な問題ではないからこそ、聞けるか聞けないかみたいなところとかがすごくポイントで、コツっていうか受験生自身のトレーニングによる部分っていうのがかなり大きいですからね。先生たちも習ってきてないんで。そうですよね。森田先生的にリスニングで大事なことってどう考えてますか？まあ一番最初はとにかく表現を覚えること、知らない表現は聞こえない、知ってる表現は聞こえる。だからまずそれを圧倒的に増やさなきゃいけない。単語帳をやるにしたって、単語の意味だけ覚えるんじゃなくて音もちゃんと覚えていかなきゃいけないよ。聞いて分かるようにしなさい。で、下のレベルから聞こえるようにしなさい。英検3級レベルでもいいし、 NHK のラジオでもいいから、とにかく下のレベルから聞こえる表現をどん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 増やしていって、情報処理で追いつけるようにしなさいと。リスニングの点数で悩んでいる子たちの多くが、そもそも耳使った勉強あんまりしてなかったりしますからね。
なるほど。適当な発音でやってる人が多いんで、それのをちゃんとやってれば読めるようになっていくのと同じように聞けるようになっていくんですよね。処理の能力がなかなかね、最初一生懸命頭の中で SV とかですね、やったりしたり和訳したりとかっていうのですごく遅くなっちゃう人が多いんですけど、それがだんだんできるようになるし、リーディングの時では音読をちゃんとしていく、前から順に理解していく癖をつけていくっていうので、それでリスニング力を上げろとは言いますね、うん、音読なんかもね、人間で声を出すっていうことと耳で音を聞くっていうのは脳の同じ部分を使ってるんで、すごく音読も有効なんで頑張ってくださいね、はい。まあそんなね、ちょっとこう話をしながらも、皆さん9割取りたいとかね、一言に言うと思うんですけれども、共通テストの数字のデータを僕取ってきました。実際にどれぐらいの人がどれぐらいの点数取ってるのかっていうところを今日一緒に見ていきたいと思います、はい。まずね、皆さん早稲田目指すとか慶応目指すとか、あるいは東大を目指すだとか医学部を目指すだとか、あるいは地方国公立大の中でもこう上位のねやつだったり、宮廷大目指すとか、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、僕は早稲田学塾やってるわけですけど、そこを目指す方々が一律に9割だって言うと思うんですけど、9割っていうのがどういう世界かっていうのを実際に目の当たりにした方ってあんまりいらっしゃらないと思うんですよ。なんとなくイメージで9割ぐらい取れたらなみたいなことだと思うんですけど、こちらご覧ください。令和5年は平均点がリーディングが 53.81 だったんですけど、この時上位 4.35% の方しか9割突破ってできてないんですね。で、リスニングに至っては上位 2.68% の人しか9割突破ってできてないんですよね。これやっぱ何を意味するかって、上位 4.35 ってどれぐらいの数字かっていうと、偏差値68とか9とかそこいらになってきます。リスニングに至っては偏差値70とかにほぼ乗っかってきます。そういう世界観なんで、偏差値ってね、こういうバランスになってます。偏差値70上位 2.28%、偏差値65上位 6.68%、偏差値60が上位 15.87% っていうところになってきてて、そう考えると、偏差値70弱ぐらいのところの人たちが9割オーバーを取ってるんだっていう話になってくるんですよね。なかなかね、これね、9割9割言葉で言うのは簡単ですけど、結構厳しいっすよ、これ。ほぼ無理みたいな世界ですよね、うん。皆さんのクラスでさ、例えばだけど、50人いたとしたらば、50人の中で5人が 10% なわけでしょ、うん、?2% とか 3% ってなったら、1人、2人、3人とか、そんな世界になってくるわけですよ。そういう世界観がもう9割なんだっていうの話になってくるわけですね。これは結構きついと思いますよ。次に、89% から 85% の人がどれぐらいいるかっていうと、リーディングは 4.12% 全体で。ここまでで全体の 8.47% の人がリーディングでは8割5分以上を取ってるっていうところなんですね。ここで偏差値65をちょっと下回ってくるラインになってきます。リスニングに関しては 89% から 85% の間にいる人が全体の 6.82% いるんで、ここで全体の 9.5% とかになってくるんですね。リーディング、リスニングともに全体で 85% の得点率を取ると偏差値65をちょっと下回ってくるぐらいかなのポジションになってきます。単科目型受験とかになってくると偏差値65とか取れたりとかしてると最低のところにはまあまあ引っかかってきますんで、9割と言わずこの8割5分ぐらいのところを理想にしてもいいのかなとは僕はまあ思ってはいますね。医学部とかになってくるとまた事情は変わってくるかもわからないんですけれどね。次に8割突破まで見ていきましょう。 84% から 80% の人がリーディングでは 5.14%、 リスニングでは 8.44% なんですね。ここまででリーディングは全体の 13.61% の人になります。で、リスニングは 17.94% の人がここまでに収まるようになってきます。ここまでには入りたいんですよ。なんでかっていうと、ここからも僕の経験値の話になってくるんですけど、僕の教え子たちの肌感覚を見てても、偏差値がね、共通テスト利用とかで、2つ、3つ、4つとか出してると、1つ、2つは持って帰ってくるっていうか、なので、ここを突破してほしいなっていうところが僕としてはあるんですよね。要するに偏差値60の壁ですね。令和5年のデータなんですけど、大きく変わらなければの話ですよ。リスニングの平均点が65点前後ぐらいになると想定したときに、リスニングの得点は82、3点ぐらい欲しいかなと。そうすると偏差値60オーバーに乗ってきます。次に、リーディングの平均点が55点以下だと想定したときに、80点も取れてたらもうちょべりぐって感じです。ちょべりぐすぎます。そもそもだって令和5年の平均点が 53.81 の時に 80% 取ってたら 13.61 の中に入ってくるんで、となると偏差値60を超えてきますから、令和5年のデータを元に考えるとリスニングで82、3点あって、リーディングも80点もあったら
偏差値60を優に超えてくるところになってきますんで、このくらいの数字をシミュレーションとして持っておいてほしいかなというところでございますかね。そうすれば受かりやすい。そうそうそう、少なくともまあ我々のチャンネルのメインターゲットになってくるような統計行きたいですとかね、マーチカンカン同率あたり行きたいですとか、あるいはそれなりのね上位国公立大行きたいですとか、もうよっぽど一部の医学部とかさ、東大とかさ、そういうところで、まあでも東大の人も意外とこれぐらいの点数に収まったりすることもあるんですけどね、二次勝負だったりするから、大抵の人はまず困らないんじゃないかなというふうに想定はされるかなと思いますからね。じゃあまずはそこを目指しましょう。うん、まずそこを目指し、9割9割っていうじゃなくて、9割9割じゃないのよ。9割と8割ってね、だいぶ世界観が違うんですよ。他の科目もそうなんですけど、9割ってね、目指して取る世界じゃないんですよね。あのね、落として取る世界が9割なんですよ。これ森鉄チャンネルでも僕以前言ったことあるんですけど、俺まあなんか変なミスしなければ満点取れるけどねぐらいな人がミスっちゃって、なんだかんだ落ち着いたのが9割、はいはいはい、あるいは頑張ってよし俺いい点取るぞの人が頑張って超える壁が8割なんですよ、うん、8割目指す人と9割突破に落ち着く人の壁ってね、もっと大きいんですよ、うん、実際は、うん、だから皆さんが9割取るとしたらば、9割狙っちゃダメで、もうね満点取れる前提で受けるっていうのが世界観だと思っておいていただきたい。なるほどなるほど。でそう考えると、まあ僕らの視聴者層にそういう人が一体どれだけおんのって考えると、9割なんか取らなくていいっていう、9割取るにはみたいな動画でね、9割なんか取らなくていいっていうような、そんなね結論になっちゃうっていうようなところなんですよね。結論としては、そもそも9割いくっていうのがめちゃくちゃすごいことだと、うん、満点目指してる人たちがミスってそうなるぐらいだってことですね。そうです、他の科目もそうです。なるほど。だからまずはその8割超え、8割5分とかそっちの方を目指そうってことでした、うん、ここは頑張ったらいけるから、うん、ぜひ頑張ってもらえればと思います。今回は平瀬においでいただきました。ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for watching.